今月、足立区の区立公園の砂場に大量の爪楊枝がばらまかれているのが見つかり、区は砂場の使用を中止しました。近藤区長は卑劣で許せないと批判し、被害届を出すことを明らかにしました。こちらの閑静な住宅街の公園の砂場にこのような爪楊枝が大量に見つかりました。現在は砂場は使用中止になっています。今月8日、普段は子どもたちが楽しく遊ぶ足立区の日枝公園の砂場で爪楊枝60本以上がばらまかれているのが見つかりました。近くに住む人が見つけて回収し、足立区は警察に届け出たということです。普段から公園を利用している人たちからは不安の声が聞かれました。危険ですね。やっぱりちっちゃい子どもが砂場いじったりするので、なんか 手怪我したり。問題の爪楊枝は発見される今月8日以前からあったと話す住民もいます。金曜だったと思うんですけど、はい、かなりです。もう半分ぐらい開けたらもうブワッとある感じで、100本ぐらいはあったんじゃないかなって思います。本当にもう数えられないぐらい。爪楊枝がばらまかれていた問題を受けて、足立区の近藤区長は被害届を出すことを明らかにしました。卑劣な、犯人は絶対に許すことができないですし、今、所轄と相談させていただいて、今被害届を先に提出をして厳重に、取り締まっていただけるように、区としても最大限の協力をすると同時に、現在での公園の安全も確認させていただいています。警視庁は足立区と協力して公園のパトロールを強化するとともに、威力業務妨害の疑いも視野に入れて捜査を進めています。